中層は、当の、第四代、第六代皇帝。意味縄あらわ。高層の七、男として生まれる。当初は中央に封じられたが、後に栄王に、改め封された。同母兄である、李弘氏の旧氏と、李健の敗立の後、代わって立大使され、高層の死から7日後に即位した。行動元年12月11日のことであり。 西暦上では684年1月3日のことである。中宗は翌年正月1日に改元を行い、元号を行動から継ぐきよと改めた。即位後、聖母である不足点に対抗すべく異行号の外籍を頼った。具体的には異行の父である異元定を自中に任用する計画であったが、不足点が信任する肺炎の反対に遭う。 計画を反対された中蔵は、怒りのあまり、希望すればいい元帝に天下を与えることも可能であると発言した。この発言を理由に、即位後わずか55日で廃位され、近州、某州に流された。代わって、同母帝のリタンが即位したが、690年に廃位され、不足天が自ら即位して、武州時代を迎えた。その末期の699年、利権は、 不足点により再び立退しされ、705年にクーデタで退位を余儀なくされた不足点は利権に上位した。中宗は以降を非常に信任し、朝政に参加させ、その父を王に封じた。また、以降との間に設けた安楽公氏もまた朝政に参加させた。安楽公氏は自らスメラフト女が、さらには皇帝となることを狙い、以降も また不足点に習い定義を求めた。710年、一行の淫乱な行為が告発されると、一行は追及を恐れ、安楽公師と共に、中宗を毒殺し、バッシリ主義持ちが擁立された。しかしその1ヶ月後、リタンの息子の李隆期により、一行と安楽公師は殺害され、正帝は廃位された。中宗は定量に埋葬された。大家。 福井徳大志里茂る純節便大志里茂都市、北海道利茂文字。ありがとうございます。